はい、どうもガスパンです。今回もオキシゲンノートインクルーデッド続きやっていこうかなと思います。前回ね、サイクル6までやってきました。というわけでね、この職業ボードとスパコンを設置して終わったんですかね。で、今回はですね、編集者のアキちゃんがね、さすがに貯水槽をさっさと作らなあかんだろうということで、今回はですね、汚い水、汚染水と綺麗な水を分けて入れる貯水槽というのを作っていきたいなと思います。まずね、ちょっと設計していかないといけないんですよ。設計していかないといけないんだけど、なんかコンパクトなサイズにしたいんですよね、最初の方は。すぎんだよね。なんかこんぐらいがちょうどいいかな。はい、ということでこれをはい、汚染物質を貯めるところとしますね。うん。とりあえず今日はこれができればいいかなと思います。実はですね、もう一回やってしまってるんですけど、一回これ取り直してるんですよ。一回やってめっちゃでかくしてしまったら、みんな死んじゃったっていうストレスで死んじゃったので、もう今回はそれを教訓にしてね、はい、やっていこうかなと思います。しかもね、最初の方僕自分の声入ってなかったし、データあるなら最初からやろうと思って。はーい、グダグダでーす。はい、トリマンって言っちゃった。とりあえずこんな感じでいきましょうかね。で、この辺酸素がないので、酸素がないのでどうしようかな。テラリウムいきますね。テラリウムがあると汚染度を出してしまうんですけど、これそのまま使おう。汚染度を出してしまうんですけど、電気なしに酸素を作ってくれます。で、あと汚染水を入れるところっていうことで、ボトル分けっていうのを置いていきます。これでね、作業をスタートしたら作っていってくれるんじゃないかなと思います。というわけでスタート。ちょっと待って、それやばいって。君帰れないよ。優先度上げますよ。あ、帰れないって。すごい一生懸命掘ってるけど帰れないって。ほら、荒ぶってる。あね、やっぱりね、ちまちまやんないといけないね。うん、と思うよ、ちまちまやんないと。それ回転すればいいじゃん、最優先。帰ってこれない。ぐだるぐだる、こういうことがあるんで気をつけてください、皆さん。まあ誰もこんなことやらかさんわな。
でもあの HP ゲージみたいなの出ないんで、まだ窒息死はしないって感じですね、ギリギリ。でも効率悪いよ、この子は。ないから、やべ、窒息仕掛けてる。やっと動き出した。ちょっと新しい子をね、雇い入れたいんですけど、あの食料がね、全然確保できてないんですよ。なのでちょっとちまちまやっていこうかなと思いますね。はい、そろそろですね、あのやんないといけないこと思い出しちゃった。職業ボードが今できたので、職業をみんなに割り当てていきたいと思います。で、今回ね、アシカン君から割り当てていくんですけど、アシカン君ね、趣味が上級エンジニア、趣味のやつをやらせてあげると能力が上がりやすいんですよね。はい、ですけど、あの人数少ないので、今回は掘る役をやってもらいたいと思います。掘る役の能力高かったからね。で、ジョシアさん、ジョシア君かな、農夫、ご飯ですね。あの趣味とは全く関係ないですけど、ご飯を担当してもらいます。食材ですね、食材担当してもらいます。植物を育ててくれたりしますね。で、ニコラ君は料理長にしましょうか、趣味もあるし。というので料理長に抜擢します。はい、カタリナさん、カタリナさんは研究助手の能力もあって、研究助手のね、趣味もあるということで、研究助手に割り当てていきます。そしてですね、右上の優先度自動割り当てっていうので、自動的にね、その優先度をつけてもらいますね。なのでこの専門職に割り当てたので、まあ、例えばこのアシカン君だったら掘削を優先的にやってくれますよというわけですね。優先的じゃなかったら自動で割り当ててくれるってことですね。はい、というわけで再開していきます。めっちゃ喜んでる、めっちゃ喜びよるけど、消毒されてるぞ今。はい、というわけで貯水槽、汚染の方ですね、まあ掘ることができましたよ。というわけで、あと左に残ってるのは専門職のね、掘る人じゃないと掘れないので、まあ他の人たちは待機ってなってますね。今3人待機ってなってます。すいません、感じ3人待機ってことになってますね。というわけで、ここに今いろんなものが落ちてるので、これを回収していきたいなということで、回収エリアを作っていきます。どんぐらいだろうな、でも上の方がいいかな。でもなんか二酸化炭素を保存するといいみたいな感じなんですけど、資源しか保存したくないので。あ、向きが変わった、みんなの、かわいい。あ、うん、ここに貯蔵庫を作りたいと思います。はい、はい、というわけで、ここに倉庫をね、こういう風に置いていきたいなと思います。ウェイト。ということで、倉庫をつけたらですね、何を入れるかっていうのを指定してあげないといけないんですね。で、今回は全て入れてあげます。本当だったら有機物の中に
あとこの土とかのところに汚染土とか出るんですけど、汚染土を入れてしまうと周りに汚染が広がってしまうんですね。その入れた倉庫から隣の倉庫に隣の倉庫にみたいな、でその倉庫を使った人にも移ってっていう風になってしまうので、まあその辺注意してください。で今ね最初の方なので、その汚染土とかいうのが存在しないので項目がありませんね。なので全てにしておきます。で後々ヘドロとかそういう汚染土が出てきたら、自動的にそれ以外今の状態だけが、適用されるので問題、今全てにしていても問題ありません。で倉庫が全部できて設定もできたので掃除をしていきます。はいはい、いつの間にか掃除終わってましたね。で左がね、底が綺麗になったので、ここにね汚染水、汚い水を入れていこうかなと思います。どういう風にするのかというと、これね、ボトル開けっていうのをクリックして、液体で汚染水だけをクリックします。そして優先度を上げますね。はい、優先度を上げることで汚染水のボトルが出た時にね、ここにすぐに捨てに行ってくれるようにしますね。こういうボトルをそのまま置いたままにすると、そこから汚い空気っていうのが出てしまうんで、どうしてもね。はい、というわけで汚染水の、なんて言うんだろう、汚染水の貯水口ができました。で、綺麗な水の方っていうのはもうちょっとね、この下の水、今使ってる下の水がなくなったらやっていきたいなと思います。次回はですね、この子たちのお部屋とか、あと病院みたいなところとか、この子たちのストレスを和らげてあげるようなところを作ってあげたいなと思います。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。